はい、秋野幸三君。公明党の秋野幸三でございます。世界遺産推薦のあり方と登録について質問させていただきたいと思います。お役に立てますように質疑をしたいと思います。この度政府は九州山口の近代化産業遺産を本年度の世界遺産の候補として推薦することを決めました。この決定は北九州の八幡製鉄所や長崎の長崎造船所などの稼働中のものを含み、さらに嬉しいことには私が平成22年10月15日に質問主意書を提出して世界遺産として推薦するよう提案をしました長崎の軍艦島と呼ばれる端島も含まれています。まずは新藤大臣に伺いたいと思います。この産業遺産群につきましては一つも残さずユネスコの諮問機関である国際記念物遺跡会議通称イコモスの審査を通して世界遺産登録を勝ち取る、その決意について伺いたいと思います。新藤国務大臣。この明治日本の産業革命遺産九州山口と関連地域、これをですね世界文化遺産の推薦候補として決定いたしました。この案件はですね、我が国が鎖国を解いて、明治に至って先行する西欧社会に伍するために産業国家を目指したと、殖産興業そして維新回転ですね、そういうまさに国を大きく動かしたときに主役となったそういったものについて光を当てようということでございます。でしかも実はこの申請、候補につきましてはまず稼働中の民間企業による大規模な工業関連施設が含まれると、これまでになかったことであります。それから特定の地域の資産ではなくてテーマに応じて全国からこの地域を指定すると、施設を指定すると、こういう新しい文化遺産のですね、スタイルを作ったのではないかと、このように考えておるわけであります。そして委員が熱心に行動活動していただきました軍艦島とも称される長崎の端島炭鉱についても、これはまさにものづくり日本のですね、基礎を築いた施設であります。つわものどもの夢の跡のようなものでございまして、こういったものも含めてですね、構成資産としたということであります。我々とすればこの産業の国際力を強化してもう一度日本を新しい舞台に開いていこうと、そのように考えておりますが、そのためにも先人たちのですね、そういったこの舞台となったところを遺産としてきちんと継承していくこと大事だと思いますし、これからさまざまな手続きがございます。実際に仮に登録ができることに仮にというの登録を目指すんですけれども、それはあと2年かかるわけでございますから、これはしっかりとですね、取り組んでまいりたいとこのように考えます。秋野幸三君。しかしながらちょっと恨み節を申し上げたいと思いますが、今日資料を準備させていただきました。主意書の抜粋を A4 の縦長の資料として添付をしています。私は平成22年の9月の28日にこの軍艦島を調査いたしまして、軍艦島こそこの世界遺産登録を目指すべきだと質問主意書を出したわけでありますが、国がその姿勢を先ほど新藤大臣からご答弁ありましたように明確にして、そして調査研究もしっかり行うということも提案をさせていただきました。しかしながらその答弁書のところ一番最後を見ていただきたいと思いますが、今のご答弁とも比較をすると、大変残念なものでありました。ちょっと読んでおきたいと思いますが、端島については長崎市が端島炭鉱等調査検討委員会を設置し、その文化財としての価値や保存管理の方法等につき調査検討を行っていると聞いており、同委員会での検討結果を踏まえ対応を検討すべきものと考えているとのことであります。世界の宝の話でありますのに国の意思が極めて感じられず、世界の宝、国の宝の保存について地方に判断を委ねるような極めて消極的な答弁でありましたが、今般世界遺産に登録推薦をしたということは何かしっかりと国としても検討し直してくれたんだと思います。何があったのかご説明をいただきたいと思います。川本地域活性化統合事務局長。お答えを申し上げます。今ご指摘にありましたいわゆる軍艦島と呼ばれます、端島炭鉱につきましては、もともと平成20年からですね、関係自治体が、九州山口の近代化産業遺産群の、世界遺産登録推進協議会というものを設けておりまして、そこでさまざまな検討が進められてまいりました。並行しまして、今の答弁書の中にもございましたように平成22年に長崎市におきましても調査検討委員会が
立ち上げまして、検討が行われてきたものでございます。首相の時点ではまだ具体的な提言というのはまとまれておりませんでしたが、私どもこの前後から技術的な助言というものも行ってまいりまして、取りまとめについていろいろ整理をしてまいりました。昨年5月にはですね、閣議決定が行われまして、稼働中の産業遺産またはこれを含む産業遺産群を世界遺産登録に向けて推薦する場合の取り扱いというものが決められまして、これに基づいて昨年の7月には有識者会議、専門家に入っていられた有識者会議を立ち上げまして、専門的な審議をいただきまして、8月27日には世界遺産として推薦に値する旨の結論をいただき、最終的には9月17日に本年度の推薦案件として決定する旨発表があったところでございます。私ども関係自治体とも十分こうすり合わせを行いまして、その上でこういった結論に至ったところでございます。来年に向けての推薦書の正式決定に向けた正式提出に向けた編集作業等を営業を行ってまいりたいとこのように考えております。秋野幸三君。これまで世界遺産の推薦の根拠となる文化財指定は自治体からの推薦を受けて文化庁がこれまで対応してきたわけでありましたが、今回は内閣官房が一歩前に出て国が責任感を持って積極的に関与したということだと思いますが、九州山口の産業遺産群についてこの後の手続きはどのようになりますでしょうか。川本地域活性化統合事務局長。お答えを申し上げます。今後の手続きといたしましては、まず来年の2月1日までにユネスコに対して推薦書の正式版を提出するということになっております。その後来年の夏から秋にかけて、これユネスコから依頼を受けております国際記念物遺跡会議世界イコモスでございます。ここが現地調査などを行いまして、平成27年の春にはユネスコに対して登録の可否を勧告する、この勧告を受けて27年の夏頃に開かれますユネスコの世界遺産委員会において最終的な登録の可否が審議決定されると、こういう流れになっております。ご指摘になりました羽島炭鉱につきましては、世界遺産登録に必要な遺産の保護措置として文化財保護法に基づく史跡指定というものも必要であるというふうに考えておりまして、イコモスの現地調査までに文化庁さんの方で史跡指定についてのいろんなご検討をいただき、文化審議会からご答申をいただくようにお願いしているところでございます。秋野幸三君。となりますと、政府全体で取り組むといっても、これまで文化庁が果たしてきた自治体から改めて手を挙げていただいて審議をするという仕組みは残っているということになります。それでは文化庁に伺いたいと思いますが、 A3 の1枚目の資料もご覧いただきたいと思いますが、当初は長崎市も多くの建物を有する島全体の保全については必要な予算を確保することができずに、いわゆる自然に崩れゆく見守り保存という方法を選んでいたかと認識をしておりますが、裏付けとなる財政面の課題などは解決したと認識してよろしいでしょうか。文化庁川村次長。羽島炭鉱、先生がおっしゃるいわゆる軍艦島でございますけれど、長崎市において国指定による史跡とすることを目指しており、このため有識者からなる羽島炭鉱等調査検討委員会を設けて、そこでの議論も踏まえながら検討が進められているところと承知しております。でその際、史跡としてどの程度の保存措置を講じることとするのか、またその場合に予算の見通しをどうするのかということも含めて現在検討されているというふうに承知しております。秋野幸三君。ちょっとこのペースでは間に合うかどうか心配でありますが、ただどう保存するか決まっていないということでありますから、財政面の課題ということもまだ検討できない状況なのではないかと思います。首位書でも指摘をしておりますが、世界遺産は登録後の保全の管理体制も求められるということはこの軍艦島も一緒だと思いますが、一般論として保全の手法が定まっていない状況でユネスコの諮問機関であるイコモスの審査はクリアできますでしょうか。河村次長。一般的に世界文化遺産の登録にあたっては、世界的な視点から顕著な普遍的価値を有すること、さらに将来にわたり保護するための管理体制があることという2つが重要とされております。でそのうち保護するための管理体制についてはユネスコ世界遺産委員会の諮問機関でありますイコモスから
例えば構成資産の保全措置が適切であること、周辺の緩衝地帯の保全措置が適切であること、構成資産を保護する管理体制が整っていることなどを証明することが求められております。軍艦島についても世界文化遺産の推薦にあたり、保全措置に関してその方針と具体的方策等を示すことが必要になるものと存じます。秋野幸三君。長崎市より保全の手法などの意見具申が出た上で、それを文化庁が審議をするということでありますけれども、今回は内閣官房の関与により手続きが逆になっています。でまた自治体との前例がほとんどない保存の手法を取らなくてはならないということを考えますと、国内外の英知を結集してそして集めての100年ぐらい前のコンクリートの保全ということになります。極めて困難な保全手法を早々に決めていかなくてはなりませんが、これはこの手法について国から提示はできておりますでしょうか。川村次長。いわゆる軍艦島についての引き続きのお尋ねでございますが、長崎市において国指定による史跡とすることを目指しているものでございます。でこの史跡の指定にあたっては、地元自治体から対象案件に関する学術的な評価等を含む意見具申がなされる必要があり、でそれが提出され、文化審会における審議を経て史跡としてふさわしいとの答申がなされれば、文部科学大臣から指定されるものでございます。端島炭鉱軍艦島の史跡指定に関して地元自治体からの意見具申はまだ出されていない状況でございます。現時点までに文化庁の担当レベルでの長崎市の検討状況についてのご報告は頂戴しておりますものの、保全に関する具体的な案までは至っていない状況でございます。従いまして保全手法について今是非を申し述べる段階では今ないという状況でございます。秋野幸三君。これは偉いことだと思います。世界遺産推薦の事実だけが決まってしまって、保全の手法が間に合わないということを、これ今から本当に頑張らなくてはなりませんが、文化庁はこれまで史跡指定後の、いわゆる支援をする予算措置があるというスキームは私も承知をしていますが、これはまだ今から意見具申があってそういう状況ではありません。世界史跡指定する前の技術支援を含む予算措置はありますでしょうか。川村次長。史跡指定前の予算措置については近代の産業遺産というものに限定したものではないものとしては、埋蔵文化財緊急調査費国庫補助事業というものを活用いたしますと、例えば近代の建物の地下部分の基礎構造把握のための発掘調査などが対象、補助対象になるものでございます。秋野幸三君。これは通常の仕組みでは全然足りないと思います。ものすごい多くの数の文化財ができるわけでありますから、これ産業質問主意書で提案をさせていただいて、その後産業遺産史跡指定前の支援に特化した研究事業などの予算措置を要求したことはこれまで一度もなかったということになりましょうか。川村次長。平成22年10月に秋野議員からの質問主意書に対する答弁がございましたけれども、その後の平成24年度の概算要求におきまして、産業遺産の保存整備活用手法について調査研究を行うことを目的として、産業遺産保存整備調査事業、当時の要求額5000万円でございますけれども、これを要求をいたしましたが、この事業については他の事業と同様に大変厳しい財政状況のもと、各事業間の緊要性等を総合的に勘案された結果、24年度においての予算措置は行わなかったものでございます。秋野幸三君。世界遺産として推薦する仕組みはできたものの、そういうことを保全するための技術的な支援を行うための支援を行うためのスキームは政府全体として意思決定が行うことができなかったということが分かりました。24年でダメだったということが分かりましたが、25年度は要求をしていただけたんでしょうか。川村次長。この産業遺産の史跡指定前の支援ということに特化した予算については、
25年度には要求をいたしておりません。秋野幸三君。内閣官房に伺いたいと思います。これは大変もったいない話だと思いませんか。22年に衆議院を提出してご提案をさせていただいて、24年の概算要求においてはこの軍艦島を整備するための手法を検討するためのものが概算要求として行われていたにもかかわらず、これ2年前にきっちりやっておけば今頃きっちりどのように保全をすることができるかということが明確に示せたはずにもかかわらず、それを政府全体で行うことができず、選定することだけが前のめりになった感は否めません。内閣官房においてもその選ぶことだけに頭がいって、その後の予算措置というものについてはなかなか資料が至らなかったのではないかと思いますが、どうか内閣官房においてはせっかくこういうスキームを作ったわけでありますから、文化庁の予算要求を応援をしていただきたいと思います。で、資料の2ページ目を見ていただきますと、軍艦島の全体像を写真で載せさせていただきました。護岸やあるそういう産業生産施設を保全するだけでも16億円という試算もありまして、完全保全となると140億や170億という試算もあります。少なくともイコモスを通さないと世界遺産にはなれませんので、イコモスを通すということを前提に必要な予算を勝ち取ることができるように最後まで責任を共有していただきたいと思いますが、内閣官房の見解を伺いたいと思います。内閣官房川本地域活性化統合事務局長。お答えを申し上げます。お話のように世界遺産にふさわしい管理保全、これを適切に行っていくというためには必要な経費を支援する財源が必要となると私ども認識をいたしております。例えばお話がございました、これまでそういう取り組みについては不十分だったのではないかということでございます。まず先ほど経緯冒頭に申し上げましたように、稼働中の産業遺産というものを含んだ、産業遺産群との世界遺産登録に、推薦する、これができるのかどうか、それにふさわしい格好になるのかどうか、しかも稼働中のものでありますから、いわゆる文化財保護法以外の手法も使っていろんな手法を組み合わせをして、保全をしていかないか、そういった組み合わせがうまくできるんだろうかということが基本的にこの先ほど触れました有識者会議の最大の課題でございまして、それについてはいろんな組み合わせでできるという結論のもとに今回、推薦に値するという結論をいただき、推薦案件の決定をいただいたところでございます。これからがその実際の保存にあたっての手法を具体化するという段階でございまして、ご指摘の特に史跡の保存整備事業に対する文化庁の国庫補助金というのは大変非稼働資産の適切な管理保全ということについては重要な柱となるものだというふうに認識をいたしております。もちろん主観につきましてはこれは文化庁の方でございますけれども、文化庁で的確にご検討いただけるように私どもとしましても、推薦担いできたという経過も十分踏まえまして、できるだけの応援協力というものをしてまいりたいと、このように考えております。秋野幸三君。予算の獲得をご支援いただけるということでよろしいか、もう一回伺います。川本事務局長。文化庁と協力をして必要な予算の確保に努めてまいりたいと思っております。秋野幸三君。内閣官房においてはこういう国が前面に出る取り組みを頑張ってほしいと思いますが、九州山口産業遺産の次はどこを検討しておりますか、教えていただきたいと思います。川本事務局長。はい。現在世界遺産の暫定一覧表に、掲載されている案の中で稼働中の産業遺産を含む産業遺産としての検討が必要とされている案件はすで、に決定をいたしております。推薦決定しました、明治日本の産業革命遺産だけだというふうに承知をしております。で、今後それ以外にですね、稼働中の資産を含む産業遺産に該当する、世界文化遺産の候補が、ご提案、これは公共団体などからということになろうかと思いますが、そういうご提案がありましたら、十分状況を把握し、確認した上で、今後検討してまいりたいと考えております。秋野幸三君。あんまり検討してないんだと思いますが、私から2箇所提案をしたいと思います。資料の3枚目をご覧ください。
本来世界遺産としてセットで推薦しておかなくてはならなかったのですが、地元から手が上がらなかったということでしょうか、史跡になっていなかったものが推薦から漏れてしまっているケースがあります。こういう内閣官房の取り組みがもう10年早ければさらに価値的な世界遺産グループができていたのかもしれません。一つ目は世界遺産広島の原爆ドームと同時に出しておくべきでやったと思われる長崎の城山小学校を含む長崎原爆遺跡であります。資料3番目の左側であります。昨年7月24日の予算委員会で当時の平野文部大臣に文科大臣に文化財として保存するよう求め、野田総理には8月9日の原爆期の際に足を運んでもらうようお願いをし、野田総理もお越しくださりお迎えをいたしまして、8月文化財登録を明言いたしまして、今年の8月1日に文化財登録されたものであります。城山小学校爆心地から500メートルに位置しており、熱風が回転したことによる木レンガの焦げ跡が被爆の痕跡として残り、原爆の猛威を現在に伝えています。今は平和を学ぶ拠点として活用されており、原爆ドームと異なり中に入ることができる稼働中の遺産であります。3枚目は右側には、私の母校である長崎大学医学部の正門、爆心地から700メートルに位置したものであります。大きくて重たい門柱が9センチずれ、台座との間には16センチの隙間があり、その校門は68年間傾いたままであります。本来倒れるか元に戻らなくてはならないはずの門柱が68年間も傾いたままであるということを科学的に説明することはできません。この不条理が原爆の不条理であり、だから二度と使わせてはならないという思いを持たせる貴重な文化財であります。目から消えるものは心からも消えると長崎の先輩方から伺いました。どうか広島原爆ドームと並ぶ貴重な原爆遺産として城山小学校などの世界遺産の追加を提案したいと思います。もう一つは4枚目です。世界遺産首里城と一体的に用いられていた打ち合うどんであります。昭和8年には沖縄の国宝第一地候補であったのが沖縄戦にて現在朽ち果てて私有地の中にあります。沖縄文化の源流として地域活性化の観点から、この文化財保護のみならずあらゆる政策手段を総合的に動員して城山小学校及び打ち合うどんを世界遺産に推薦することについて検討を始めていただきたいと思いますが、内閣官房の見解を伺います。川本事務局長。ご指摘のございました城山小学校やそれから打ち合いうどんといった貴重な文化資産というものが各地にあるということは十分承知をしております。そういったものの保存あるいは継承といったことは、もちろん、文化財という観点からだけではなくて地域の活性化の観点からも、公共団体から非常にご要望が多いというふうに私ども認識をいたしているところでございます。こういった、今ご指摘の案件についてこれ世界遺産にできるかどうかということにつきましては、保全の状況でありますとかまだハードルがいくつかあろうかと思っております。私ども、国の文化財指定に向けました検討の推進でありますと、あるいは、長崎市あるいは沖縄の取り組みといったものを促すということがですね、当面非常に重要なんではないかなというふうに思っております。私どもとしましてはこういった地域の文化的な資産というものが、継承保存をされ、しかも、地域づくり、町づくりに十分生かされていきますようにということで、自治体ともいろいろ連携をし、とりわけ文化庁さんともですね、いろいろ連絡を取って協力をしながらですね、取り組みを進めてまいりたいと考えております。秋野幸三君。自治体に働きかけるということでよろしいですね。川本事務局長。自治体と協力をして、連携をして取り組んでいきたいと思っております。秋野幸三君。最後に原爆遺構や琉球王国の文化遺産の例を挙げましたが、その他の文化遺産も同じで現在まで残っている貴重な遺跡や建築物に対してどう歴史価値を説明するか、どうストーリーで世界に説明するかは、すでに世界遺産になっているものの追加や拡張の場合も、これから新規で世界遺産になろうとする場合も全部重要な課題であります。また世界遺産は登録されて終わりではなく、その後の保全にも重大な責任を負うものであり、そのことは富士山の世界遺産登録に際してイコモスから大きな宿題を課されたことからも明らかであります。したがって推薦段階から登録後の保全方策に十分目を配る必要があります。
文化庁に伺います。今後の世界遺産の推薦にあたっては政府一体として取り組むことを前提としながらも価値説明と保全方策に対して文化庁がしっかりリードを取ることが必要だと考えますが、最後に決意を伺って終わります。川村次長。ご指摘のとおり、世界文化遺産の登録にあたっては世界的な視点から顕著な普遍的価値を有すること、それから将来にわたり保護するための管理体制があることの2つについて、ユネスコ世界遺産委員会やその諮問機関であるイコモスに十分に説明する必要がございます。今後の世界遺産の推薦にあたっても、文化庁といたしましては、ご指摘を踏まえ、これまでの登録を通じて蓄積してまいりました専門的技術的な知見を生かしつつ、また関係の省庁、府省や自治体とよく連携しながら的確に準備をし、我が国の文化遺産を世界文化遺産にしたいという国民の皆様の期待に応えてまいりたいと存じます。終わります。はい。